ドル日本へようこそ。ファースト DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の小宮山遥です。まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい自分としてもあの瀬形三四郎の当時大ブームを起こして、今もなお人々に、まあセガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは本当に自分としてもありがたいことだなと思っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね、でもなんかその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、なんか最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうんだろう、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね、なんかその私が選んだテーマに対してなんかどういう作品が集まるのかなっていうのをすごく、なんていうんだろう、ドキドキしながら読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのをなんか読みながら考えたりしてました。なんかどう動いていいのかというなんか模索しながらだったので、なんかすごい緊張しました。当たって砕けたその後にの方の大丈夫ってなんか自分に言い聞かせてるセリフがあるんですけど、なんかすごい、なんていうんだろう、なんか強がってる女の子みたいなっていうのがなんかすごい印象に残ってます。そうですね、むちゃくちゃ難しかったですね。なんか、なんていうんだろう、なんかそうですね、難しかったです。なんて言えばいいの、はい、そのこれからの、なんていうんだろう、私についてのこととかも書いてくださったり、なんか、なんていうんだろう、すごい未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品を、なんていうんだろう、なんか別の人に見せたくて髪型を変えていただいたりとか、自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多くて多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、本当に多くの作品を投稿していただいて、すごく、なんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛のなんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたように、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形でスタッフさんたちとすごい喋りやすいというか仲良くさせていただいたので、すごいリラックスしながらワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか、なんか100点中100点でありたいです。この
表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフモフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードはあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、でそのできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。それは用意できたんですか？はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、橋場夏実です。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら困っちゃいますけどいけると思いますあ、はい、すごく緊張しました。はい、見てたんですよ、僕、おいはんさんも、はいはい、出演が決まる前から、なのでこのやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、はい、やってました。au ハロプロ携帯図鑑、こぶしファクトリーの浜浦彩乃です。はい、私が持っているのはこちらの携帯です。こちらは2015年に発売された携帯みたいなんですけど、すごいピンクでね、すごい私メンバーカラーがピンクなのでちょっと愛着が湧きますね。私は au さんにはずっとお世話になってるんですよ。私がハロープロジェクトに入った時にこう携帯をね、お母さんに買っていただいたんですけど、その時にもう私 au だったので、もうずっとずっと、まあ、これからもね使い続けていきたいなと思います。バイバイ。今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使ってよく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とかタブレットとか入れてるときはこれにします。最初は恥ずいな、歯ブラシこれはなんか歯ブラシってなんか普通のなんかビニールみたいなの多いじゃないですか。これ黒くてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを持ち歩きます。まあ絶対持ち歩くのはこのイヤホンですね。でこれがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の佐野勇斗にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようかなと思って、鈴になってなくさないみたいな感じです。で、まあ、充電器ですね。でこれはまあ本当にいつもマネージャーさんに充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど、春の夏です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、人になんか普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。ゼロの夏木すばるですね。久々にアニメすげーハマっただけだったんですよ。本当にすごいですよ、あの人すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てていやちょっと待って頑張ってと思った時あるんですけど、それでもちょっと自分がね頑張ってもちょっと結構一気見しちゃって、久々にウェブじゃないですけど、もともとだから僕ウェブはあれなんですけど、小説とかいやなんかあんな熱くまっすぐかっこいいなって思ってます、ね、主人公だなって思ってます、ね、多分僕だったら村人 A とかなんですけど、あんなスーパーヒルになりたいなって思ってます。アニメっていいじゃないですか、なんか、主人公っていいなって思ってます。
僕リゼロはちょうどアニメ離れてた時期で、本当最近なんですよ、アニメが始まった。こんな今、また面白いアニメやってると思って、久々にすごいハマったんで、もう一回、一からアニメを見始めます。映画で逆光の頃っていう映画を最近やらせていただいたんですけど、その監督の方で、ボーリンの監督なんですけど、すごい、あんまり数少ない僕のアニメ画を一緒にお話しできることで、でリゼロは見た方がいいっていうのが分かりました。リゼロを見始めてからです。めちゃくちゃ面白いです。早乙女優です。私はですね、今年から大学生になるので、昨年よりもより一層こうお仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とか、お芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい。水沢太郎です。好きな映画はトランスフォーマーですね。車が好きで、あっちの海外に、その中でいろんな好きな車がいっぱいあるんです。それが好きです。好きな漫画だとブリーチとかドラゴンズとか、ね、そこら辺です。ないです。見るときに風景画を描いてるところしか見ない。個人的に風景画を描いてるのが好きで、スピードが速くなってきた、あれがすごい見てて好きなんです。いないです。あえて自分の中でやりたい俳優さんとか尊敬する人は作らないようにしてます。相手に怪我をさせないとか、相手の人と同じやることが多いと思うので、相手の人に対して失礼がないように心がけます。今までやってきたのを本当は違うところで違う形でやっていきたいと思ってます。その一本一本を今は細い状態なので、それをさらに太く太くしていきたいなと思ってます。ほう。じゃあ行きます。普通のでいいですよね。なんかどんなやってるか分かんないですけど、僕は普通のでいきます。オスカープロモーションの吉田リリカです。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか少し不安なところもあったんですけど、すごく近くにも僕のうちわを持っている方がいらっしゃって、で僕のことも知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、リノです。私は今女優としての活動を目標に日々活動させていただいてます。8月から始まる虹と狼には騙されないに出演します。私は今年の夏を一生忘れられないほどの幸せな青春にしたいです。本当に歴史あるビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインしてしまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげだと思いますので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて自信を持ちたいとこれから思います。はい。川瀬理子21歳愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、俳優の道見木明です。今回はこちらの那須井坂走らせていただきました。こんなね不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。高校3年生17歳糸原みなみです。将来はモデルや女優、様々な分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので応援よろしくお願いします。あ、もういいですか。
はい、待ってます。自分がだと緊張するな。一番緊張するわ。います。皆さんこんにちは、中島健です。本日はなんとスタジオをねお借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速呼んでいきます。どうぞ。待ってますよね。最近できるようになりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったし、わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや絶対なってないですね。あの今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか、はい、人に教えることが好きなのと人の前に立つことが好きだったので学校の先生になりたかったです。ゆか先生。え、でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか。え、でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さんおはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか。いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね、今日。皆さん、うん、そうですよね。どうしたの、学校終わってから来た。あ、早退してきた。早退、宿題はちゃんとやるんだよ。いやようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか。聞いてる、聞いてる。偉いじゃん。先生の言うことも聞いて、友達に優しく、みんなでね楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね仮面ライダーになれるからね。皆さんこんにちは。東京オートショー2022イメージガール A クラスの北川美玲です。私初めてのオートショーに参加させていただくことができてとても嬉しいです。 A クラスになってみんなで盛り上げていきたいと思うので、皆さんもよろしくお願いします。子供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、トーマもやっぱ自分のファンタ、自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。で、子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督にが組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅くまで、遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、その中最後アフレコをやったんですけど。トレンビーをご覧の皆さんこんにちは、村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初本を読ませていただいた時のトレンチが演じたすぎて仕方なかったっていう、そのまだ決まる前なんですけど、もう絶対やりたいっていうところが大きくあって、リーザーも決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがずっとあった感じでした。その現場入るんで、たけるさん、もう僕はもう本当ちっちゃい頃見てたたけるさんと同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい。
どんな？唯一無二女優さんになりたいなと思います。なんかよく事務所の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよくリンは唯一無二の女優になるんだよってよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思ってます。なんかでも最近思うことは、時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでも何かこうすごく1年が今なんか24時間でもすごい早い。1年経って2年経ってってこうやっぱりこうものすごく早いから、なんかパッて思いついた時に何かすごいやるぐらいの速さがないとなんかダメだなってすごい思いますね。どうも、桜井海人です。さあ、ということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ？きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッて見た時にドラムのともやさんのこう動きとか、アグレッシブにこうドラムを叩いてこう見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったからです。ファンに一言。みんな、いつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年に、ハロープロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というかハロープロジェクト人生、アンジュルム人生をこう何一冊にこういう一冊に残せるだなっていう本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤枝良樹です。リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中で本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべくこう万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持ってなるべくこう常にこう自分に自信を持っていたいので、まあ、多分万人に好かれるって多分ものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ、もしもイケメンだけの高校があったらが毎週土曜に放送中です。現在さまざまなイケメンの定義が人によってこう違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができて、バレエの衣装を着たりとかピアノも弾けたり、テニスもしたり、いろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけどでもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱりまあ嬉しかったっていうのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、まあ、いかにどう猫と接するかっていうところで、まあおさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、その、まあ、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と
接していこうかなっていうそのなんか不安みたいなのはありましたね、はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。上大迫優希です。今回は今まで書道を習っていたことがあったので書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったりこう他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて頑張っててよかったなって思ってます。湯川真由香です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、新高校3年生の17歳です。4月10日が誕生日なのでもうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんに習っている日本舞踊です。踊ったりしてます、芝居向いて。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画はオタクに声が難しいとイラストレーターとキオケアを見てます。もうちょっとしたら見たい映画もいっぱいあるので見たいです。で、出身地は京都です。高校で上京してます。京都弁は何だろうね、しはれとかそういう感じで結構地元に、今は標準語で喋ってるけど元帰ると関西弁になります。血液型は、測ってないので確かじゃないですけど多分大型です。YouTube ではカフェ巡りとかしてみたいのと、あとはこう YouTuber さんとコラボとかそういう動画が撮りたいなって思います。最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますけどありますが、楽しんで皆さんに見ていただけるような YouTube にしたいと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。関東地方準グランプリの那須海斗です。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとテッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバあります。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれを、剣玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。ます。あー、くそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。もう驚きと喜びと水着のお仕事を本格的に始めるきっかけだったので、すごくドキドキワクワクした気持ちでした。中学校の時はバレーボールをしながら友達とふざけ合ってました。バレーボールはどこのポジション？1年2年生の時はセンターペイヤー、分かるかな、日向翔陽みたいなやつでしたで3年の時にエースみたいなことをさせられてました。すごい、はい、で高校でもバレーを3年間続けて、1年でセンタープレイヤー、2年で右側、3年でまたエースみたいな感じですね。なんか素振りみたいなの見せてもらって、素振り、任せてください。 WWS チャンネルをご覧の皆様、林田真宏です。今日の私服のファッションポイントはこの大きめのニットです。ちょっと萌え袖な感じとかモテそうだなと思って着てきました。はい、超10代のファッションショーに出るのは2回目なんですけど、私ラスト10代ということで若い子たちがたくさん出るんですけど、若い子に負けないように頑張りたいと思います。
はい、この春気になっているアイテムはパーカーです。最近パーカーすごいハマってて、白と黒しか持ってないので、ちょっと明るめのピンクとか青とか春っぽい色を着てみたいなと思います。ポーズするってわけじゃないんですけど、なんだろう、ちょっとダボっとした女の子になりたいなと憧れてるのではい、最近ハマっていること、荒野行動です。これ iPhone のアプリで、なんだろうな、銃で人を撃つゲームなんですけど、ストレス発散になって毎日してます。はい、今回超重大にまた出させていただけることになりました。ありがとうございます。若い子たちのパワーをもらいつつ、私も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、マセリンです。オオカミちゃんとオオカミくんには騙されないが、8月14日から毎週日曜日夜10時より放送となります。僕のありのままの一面が見れると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、谷岸玲奈です。舞台桜ジャパンインザボックスが明治座にて上演中です。この作品は異次元の世界へ迷い込んでしまった女子高校生の桜が、美しくも不思議な国日本の壮大な物語の旅を通してあることに気づく物語です。私は主人公桜を演じます。この舞台は春夏秋冬をテーマにしたお話で、桜という子は一歩勇気が出ない女の子で、いつも勇気が出なくて友達ともうまくいかない子で、でも明治座でいろんな体験をして最後に勇気が出る素晴らしい女性になるというお話です。ぜひ劇場へお越しください。谷岸玲奈でした。そうですね、まあどこっていうよりかは、まあ、自分のその役のことになるんですけど、まあやっぱヨタスケ愛というか、まあ彼のキャラクターって結構生身の人間がやるとだいぶ強く見えてしまうというか、まあヤトラに対しての言葉だったりとかどうしても強くなってしまうので、そのツン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 デレツンのそのデレのところをに命をかけてたのでだからあの大福を食べるシーンでいかに大福を伸ばすかとか、あとあの合格発表のところで最後ヤトラにちょっと手を挙げて、もうあんなのヨタスケからしたらもう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 一世一代のだいぶ終盤だけどね。大麻雀水着祭2024バックヤードレポーターを担当します、椎名糸です。よろしくお願いします。初めてプール撮影会を見るんですけども、なんか皆様に裏側とか出演者の方の意気込みをしっかりとお届けできるように頑張ります。よろしくお願いします。そうですね、プールなので夏らしく足なんか出しちゃったりして日差しもから顔を守って可愛くしました。はい、本日ちょっと緊張してるんですけども、たくさんたくさんインタビューしたいと思っております。頑張ります。そうですね、多分初めてで多分僕のことを全然知らない方も多いと思うんで、軽く自己紹介できればなと思ってるんですけど、あの一応横にあの友達兼アシスタントみたいな可愛がってる同い年がいるんですけど、よろしくお願いします。まあ多分後々、まあ、この今度から多分顔出ししたりとかもあると思うんでぜひ皆さん可愛がってあげてください。こんにちは、東京パフォーマンスドールの桜井咲です。今回ですね、浄瑠璃坂を今走りました。もう太ももがパンパンで明日はきっと筋肉痛でしょう。ぜひ皆さん見てください。頑張りました。こんにちは、小西エイトです。今日はですね、久しぶりの YouTube になります。すいません、全然投稿できてなくて、サボってたわけじゃないんですよ、なんか投稿してなかったですね。はい、というわけで今日は久しぶりということで、あの近況報告をしようと思います。結構ゆったりな動画になっちゃうと思うんですけど、近況報告だったり、まあ、告知もちらほらとあるのでそちらをしていきたいと思います。あの僕鼻声です。花粉がすごいんですよ今、くしゃみも止まんない、目もかゆい、顔全部痛いみたいな、頑張っていますがやっていきましょう。まずはなんか本に紙としてこう本になった時にすごく感動しました。もともと5月に発売する予定だったのが5ヶ月遅れて10月となったので、その空白期間のことがすごく自分自身も不安だったので
こう本になったことがすごく嬉しかったですし、いろんな自分がそこにたくさんあって、全128ページ自分しかいないことにすごい不思議な感覚を抱きました。大平修造です。この度はこのような賞をいただけたこと、本当に光栄に思っております。ありがとうございます。僕が TikTok、 俳優 DJ、モデルを始めてから約2年間、世界中の方々と SNS を通じてつながることができました。そして先ほど編集長もおっしゃっていたグローバル、SNS って地球の裏側の方ともつながるのが一瞬で、僕はその地球の裏側の人たちに向けて、愛だったり幸せだったり笑顔だったりを届ける活動を自分なりに考えて、活動してきました。この賞を受賞できたことによって、それが少しでも、報われたかなというふうに感じております。これから、この賞を受賞できたことによって、また一つ、僕の背中を押していただけたような感じがしています。これからもどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、はじめまして、森ひなこと森ひなみです。ピヨピヨ R の YouTube 公式レギュラーモデルになりました森ひなみです。YouTube 動画ではメイクだったり、私のライフスタイルだったり、いろいろ食べたりとか、私のことを皆さんにいろいろ発信できたらいいなと思っています。それでは今日は最初なので自己紹介からスタート。2004年5月20日です。キムジ鍋とラーメン明太子です。ピーマンじゃなくて梅干しと、キャベツの芯、人参の芯も嫌いです。チャームポイントは、顔です。特技は料理ができます。趣味は洋服がとても大好きです。休みの日は結構アウトドアで、御朱印集めをしたいなと思ってます。最近ハマってること、なんだろう、撮影ある意味、ある意味ちょっと今は撮影全集中です。はい、私は結城メイコちゃんという役を演じていただいてるんですけど、最初の肩書きでは頑張って陽キャになりたい陰キャ役ということ で、私はすごく周りから絶対に陰キャではないってすごいみんなに言われて、メンバーにもそうですし、もう周りのいつも関わってる人たちにみんなにずっと言われていて、で今回そういう風な役になって、でもなんか彼女もすごく中身は多分陽キャな部分ももちろん持ってるんですけど、でも中学校時代にいろいろあって陰キャになってしまった、でも高校デビューをしたい、そんな感じでもう青春に対して前向きで奮闘しているそんな女の子です。わざわざ来てくれてありがとうございます。そしてこのような場を作ってくださった編集部の皆さん、スタッフさん、ニコ動の皆さん、そしてニコ動の皆さん、本当に本当にありがとうございます。回りながらみんなに話すんですけど、自分は小さい頃からすごい洋服が大好きで、ずっとモデルになりたくて、それが高校1年生で叶って、カイトと翔太郎より前に書くのはちょっと おかしいと思うんですけど、洋服が大好きで高校1年生の頃にニコラに入りました。最初は本当に未熟で何も分からなくて、周りに助けてもらってばっかだったんですけど、最後はニコ族みんなのおかげで、応援ファンレターのおかげで自分の人気格を見ることができました。本当に本当にもう感謝してもしきれないぐらいの経験をさせてくれてやばい、本当にありがとうございます。写真集自体がグループアンジュルムに入っていた時に撮ったことはあったんですけれども、初めてソロになってから撮らせていただいたので、なので今回はね、その写真集をちょっとだけご紹介していきたいと思います。ちなみにこの撮影した場所が大磯にある
なんだろう、人のお家なんですけど、でもさあの撮影できるようにもスタジオとして貸し出してるっていう場所を使わせていただいたんですけど、めちゃめちゃレトロで、全体的にレトロな作りになっていて、これは4月ぐらいだったので、結構ね、4月後半あたりかな、めちゃめちゃ寒い時期にね、撮らせていただいたんですよ。だけど暖房とかすごい用意してくださって、ずっと温まりながらの撮影で気持ちよく撮影できました。私のお気に入りの写真を、選びましたので、ここからはご紹介していきたいと思います。1枚目はこちらです。じゃん。はい、こちらになるんですけれども、なんで選んだかって言いますと、一番こう、なんだろうな、室田瑞希とはこれっていう感じが出てる写真だなと思ったので選んだのと、まあ単純にちょっと漏れてる、ちょい漏れ、あとで最大の漏れが最大の漏れてる写真が出てきますので、そのお楽しみということなんですけど、まあこれちょい漏れの村上瑞希っていう感じですね。そして2枚目はこちらです。じゃん。はい、こちらはですね、私が撮影してる時に、なんだろう、その水着自体もワンピースの形で、初めてのこの形の水着というか、初めて着させていただいた形だったので、なので選ばさせていただいたのと、足長効果のあるね、角度で裾を取っていただいたりとか、あとはこうね、ここまで水着がウエストぐらいまでハイレグというかなっているので、足長効果が抜群に出ている写真ということで、足長い室田瑞希を見ていただきたく、2枚目はこれにしました。そして3枚目は激盛りです。これこちらです。じゃん。はい、こちらがですね、本当に嬉しい。なんでかっていうと、私あんまり、なんだろう、笑顔とかが多くて、あんまり澄ました顔っていうのはしないんですけど、笑顔の方が自分的には好きな顔だったんですけど、でも今まで撮った中で一番ぐらいに澄ました顔が漏れてる写真だなって思いました。あと、なんだ、白がいいのかな、白の水着で背景も白いから、うまく漏れてるのかなとも思うんですけれども、まあ、一番好きな顔だったので、この3枚目をぜひとも見ていただきたく選びました。はい、それではまだまだ他にも好きな写真がありますので、せっかくなのでね、おまけの写真も見ていただきたいと思います。こちらです。どうぞ。これはなんか足をいろんな方向にこうポンポンって投げたりして、なんかもうヒヒヒヒって言いながらで、カメラマンさんもちょっと笑ってくれて、そういう感じで撮影しました。結構無邪気に笑っている表情になっています。ラビリンスの写真の全ての中から一番無邪気なものを選びました。1枚目に見ていただいた笑顔とちょっと違ったね、結構はっちゃけた笑顔なんじゃないかなと思います。そうですね、本当に久々すぎて、フィッティングしてる時から少し恥ずかしくて、なんだろう、やっぱりいろんなタイプの水着だったりを、衣装を着て見ていただくんですけど、その時からすごい恥ずかしい状態で撮影だったので、2着目、いや3着目ぐらいからは慣れてきたんですけど、でも本当にちょっと、なんだろう、もじもじしながら最初撮ってたと思います。撮り終えてみて、なんか自分的にはどういうのが似合うとかが分からなかったので、やっぱ写真後から見てみて、どんな感じになるんだろうなっていうワクワク感と、こう見てるファンの方は久々の水着で、結構私も肉付きも良くなったので、どんな感じの反応をするんだろうなっていう、そっちのワクワク感もありました。女性の方からも好評みたいで、私的に良かったなっていう、ちょっと安心というか、
したか？はい、まだまだね、たくさん素敵な写真も盛りだくさんなのでチェックしていただきたいなと思います。コメントとかね、感想とかお待ちしてますので、ぜひともコメントもお待ちしてます。それでは村田瑞希でした。バイバイ。そうですね、僕もともとサッカーをずっとやってまして、あのサッカーでこっちの世界、あの東京に出てきて、あの J リーグの育成選手枠で ある、ま、J3 のチームに所属をしていて、で1年間、ま、育成チームでやらせていただいて、で結局、ま、プロにはなれないと、あのプロ契約をつかみ取ることができずに、あの怪我もあったんですけれども、もう正直実力が全然伴わなくて、でも父とも兵庫に帰って仕事をしようという約束だったので、もう帰ろうと思っていたんですけど、その僕がいたチームすごく田舎のチームだったので、あのお金がバイトも僕してたので、お金がちょっとずつこう溜まっていってて、まあ、あのお金がちょっとだけあったので、それを全部使って、あの服とか買って全部使ってから兵庫の方に帰ろうと思って、あのお金を持って都心に遊びに一人で行って、遊びにというか、まあ、服、お洋服を買いに行って、で買いに来た時にたまたまその日でこう事務所さんから8社スカウトをされて、あ、こんなにいただけたみたいな、でもしかしたら頑張れるかなと思って、こういろいろ事務所さんに聞きに行ったっていうのがあるんですかね、きっかけというか。撮影終了しましたということで、はじめまして、工藤すみれです。はい、一日のシープレの撮影終わりました。何着もたくさん撮って、いろんな場所で撮ったんですけど、いろんなカットがあるなって思っているので、ちょっと完成が私もすごい楽しみなので、皆さんもぜひ楽しみにしておいてください。わー、でもおすすめはプールのシーンかな。頑張ったので皆さんチェックしてください。お願いします。佐野助は裏表なく誰とでも平等に接する、みんなの兄貴分みたいな形で、この新選組に携わっている侍です。俺についてこい。ついてくればてっぺんまで見れるぜ。このドラマはとってもかっこよく可愛くなっております。ぜひ見てね。職業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は私、ラルム55号を買ってきました。今回はレギュラーモデルを務めるイコールラブの斉藤渚ちゃんが現役アイドルとしては最後に、ラルムに乗るという貴重な号なので、こちらの雑誌リアクション動画を撮っていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。彼と狼ちゃんには騙されないに出演する松本レオです。職業は今は主に俳優をやらせていただいております。思いやりがあって、素直な子で、自分のチャームポイントは、そうですね、感情が表情に出やすいので、まあ嬉しい時、悲しい時っていうのが分かりやすくて、人間味のあるところがチャームポイントだと思ってます。どんな恋をしたいか、お互いに成長しながら、一つの思い出になる素敵な冬にしたいと思ってます。 WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、安西カレンです。いや、もう本当にずっとずっと夢だったので、率直にとっても嬉しいというのが一番の感想です。このインオールって、ここにタトゥーが入ってるんですけど、このタトゥーのまま入れさせてもいただいて、まあ、意味はインオールラブで、全ての愛の中でという意味があるんですけど、もうお仕事もそうですし、プライベートもそうですし、なんかもう本当全ての愛の中でできているんだなっていうのをすごく毎日実感しながら、お仕事とかさせていただいてるので、この写真集もすごいいろんなたくさんの方の愛が詰まっている写真集にしたいなと思ったので、このタイトルをつけさせていただきました。これ衣装は中にも入ってるんですけど、ちょっと水着の上に白いちょっとワンピースをこう着てるっていう衣装なんですけれども、
イルカのネックレスが可愛くて気に入ってます。まあ、本当いっぱいお気に入りあるんですけど、まあ顔表情とかで言ったらこの辺がお気に入りかなと思います。これ沖縄のお部屋の中で撮らせていただいたんですけど、ヴィラみたいなところの中なんですけど、このお団子がすごく新鮮で、こんな髪くらいお団子初めてなので、ちょっと新しい表情の感じとかもすごい新しいので、ちょっと自分の中で新鮮だなと思ってこれを選ばせていただきました。沖縄で撮ったのが3月頭ぐらいですかね。寒かったです。なんかほんとプールのシーンとかもあるんですけど、すごいもう本当に寒かったです中学生の時の3年間ずっとアルトサックスでこうやっていて、でそこから、まあ、今でも趣味でたまに吹いたりとかするんですけれども、まあ、本当にちょっと音楽を始める原点となった楽器が割とアルトサックスなので、そういう楽器と、もう本当ここも幼い頃によく遊んでいた場所なので、そういうちょっと昔からの思い出を詰め込みました。なんかリボンとかもピンクで合わせてて、ちょっと三つ編みしたりとかしてて、このスカートもチェックですごく可愛らしい感じになっております。100点満点だったら120点ですねいやもう本当にやりたい衣装だったりメイクだったりとかもすごく皆さんでこだわったし、場所もその地元の神奈川県藤沢市だったりとか、沖縄、大好きな沖縄とかで、もう本当に好きをねたくさん詰め込んだ一冊になっているので、もう本当に自分の中ではお気に入りの一冊になっております。この間初めて妹の写真集も見させていただいて、すごくかっこいい仕上がりになってて、まあ、なんかそういう話、もうめっちゃ良かったよみたいな、サイン兄弟みたいな話をよくしてますま今年もファンクラブイベントだったりとか、まあ、もちろんファンクラブに入ってない方とかでもね会えるイベントになってるので、今年もすごい夏を皆さんと一緒にしたいなと思ってますまあ、でもやっぱりこの写真集を通してすごく自分の新しい発見というか、メイクの振り幅だったりとかも増えたので、そういうのでまたまたもっともっとこの経験を生かして、いろんな作品とか曲とか MV とかにも一緒に入れていけたらいいなっていう気持ちでいっぱいでございます今日は見てくださってありがとうございました、本当にとっても素敵な一冊になっていますので、皆さんぜひぜひお手に取ってチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございましたオリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。彼と狼ちゃんには騙されないに出演する桜井優希です。俳優として活動しています。好きなタイプは、笑顔が素敵な方と、あとは根から優しい、根からしっかりしている子ですね、はい、僕のチャームポイントは鼻です。鼻が高いからですねそうですね、もちろん今回10人で、作って一つのものを作っていくという作品なので、10人全員で素敵な思い出にするっていうのもそうですし、その中で何か素敵な大人な恋をできたらいいなというふうに思っています。Just for you.
Just for you.
for this night I pray that a star will guide you my way to share with me the special day. Well, ribbons in the sky for our love. If only
was all